来た。長い。もうなんだ、見た目が全然違いますね。遠いから振りたくなっちゃう。そして振りすぎると振り遅れて今みたいな球になっちゃうので、頑張って気持ちを落ち着かせて飛ばさないという気持ちで打っていきたいと思います。60か。ちょっと強いかもしれないです。なんと打ちづらくないですか。打ちづらいですね。もう仕方なし。もう仕方ないですね。で、下から入らないようにボールの半分上を打つ感じ。ボールの半分上を打つ感じ、はい、こういう時ははい、ちょっと下から行っちゃうとどうしても噛んでしまうと思うので、はい、今私がパターがちょっとあんまり得意じゃないって話をしたところ、うん、なんとパットラボ。そうです、今週の初めにパットラボでパターのストローク見てもらったんですよ。で、自分に合うストロークをするんじゃなくて、もう自分の今のストロークで回転で、それで読み方を変えてったらいいってことで、あとはなんかパター少し私ダウンブローに入るんで、そのダウンブローに入りすぎて、で球の転がりが普通の人よりも転がらないっていう。止まっちゃう。そうです、最初の芝で引っかかってしまって、はいはいはい、だからちょっとパター調整してもらったんですよ、はいはいはい、で今回昨日初めて使って、で今日2回目で、すごくいい感じです。あ、転がってるというかイメージ通り出てく感じが、うんうん、持ってるクラブをちょっとこうしたりとかする。そ、はい、うーん、それをしてもらったらすごく構えやすくて、ストロークもスムーズにできるようになって、はいはいはい、で転がりも綺麗に転がるようになったんで、はい、プロ今日は練習ラウンドということですけど、はい、普段練習ラウンドで気をつけてること、はい、3つぐらい教えてほしいんですけど、はい、まずは、はい、ティーグラウンドの立ち位置と方向をチェックしますね、うん、結構惑わされやすいの で、うん、で私の場合ドローなので、はい、なんか思いっきり左向いてたり思いっきり右向いてたりすると結構影響あるので、はい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 、ティーグラウンドの見方、はい、どうやって。見方はちょっと、はい、あのティーマークがこう刺さってるじゃないですか、はい、で後方の方に行って、はい、ティーが全体を見る。あ、この刺さってるやつじゃなくて、はい、あ、でこうやって右？そうです。へえ、そういうことですね、はい、私あのいつもこのポチポチがこう向いてるからこっち向いちゃうのかなと思ったんですけど、はい、違う。ポチポチも大事ですけど、はい、でもこの全体的なティーグラウンドの方向もすごく大事なんです。なるほど。じゃあこれだと右のバンカーの、はい、まあ、左側ぐらい向いてるなっていう。はい、どうしてもティーグラウンドに立って、はい、ティーグラウンドの向いてる方向に向きやすいんですよ。なのでそれで結構アマチュアの方とかはそのまま向いてしまって、はい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 、でやっぱりゴルフ場の作りによってすごいとこ向いてたりするんで、うん、罠にはまっていっちゃうっていうのがあるので、うんはい、確かにこれ右向きたくなるけど、はい、ポチポチは左向いてるから気持ち悪くなりそう、はい、そうなんですよ。これ引っ掛けそう、はい、こうやって。あ、
そういうこと、はい、ちょっと今まで考えたことないティーグラウンドの見方でした、はい、本当ですか、はい、何も考えておりませんでした待ってネットの中感じる見ますねこのままだと100叩きです待てまた引っ掛けそうありがとうございます練習ラウンド、はい、ポイント2つ目を教えてください2つ目はグリーン周りです、うんはい、グリーン周り、はい、セカンドショットで、うん、もしグリーンを外してしまった時のアプローチをする、はいはい、ラフとか、はい、バンカーとかの状態を見てチェックしますなるほどじゃあこっちに外していいけど、はい、こっちはダメだなとか、はいね、安全パイとか安全パイとかあとは自分の持ち球がドローなんで、うんまあ、左の方をチェックしたりそっちからのアプローチ練習を繰り返してやったりとか、はい、そういうこともやるんですねそうですじゃあまあどっちかって左に外した時の方が多いんですかね、はい、そうですねプロの場合ははいへー直、はい、直打ちはいちょっと大きいけどナイスでよかった打てた打てたよあキック、うん、でも今のうまかったですうわー、打ち込んだ。届け！ナイスでーす。では、練習ラウンドのポイント3つ目を教えてください。ポイント3つ目はグリーンです。グリーン？はい。やっぱり1番ですか、それは。そうですね。何を見るんですか、グリーンの。グリーンの形状と、あと、うん、大体練習ラウンドの時に、まあ、もし3日間の試合があるとしたら、うん、3日間の試合、大体どの位置に切るだろうっていうポイント、アップの位置を決めるんですよ。はいはい、その周りで、どういう切り方をするか、ラインを見て、で、メモをするっていう。あ、自分で決めるんですか？そうですね。一緒に回ってる選手たちと、はい
去年大体ここだったから、まあ、今年もこの辺り着るかなっていうところにカップを置いて、でその辺りで、はいはい、アプローチを、はい、アプローチパターンしてラインを見て、今は右に流れて出てしまいました。乗ってたと思ったんですね。結構傾斜がきついですね。CC レディースゴルフトーナメント来場の見どころをちょっと紹介したいと思います。まずですね、チャリティーフォトっていうのがあります。朝受付で好きな選手と写真撮りたいと応募するとですね、ラウンド終了後にプロと一緒に写真を撮ることができるそうですので、皆さん応募してみてください。抽選です。次にですね、 ECC コーナーというのがございます。楽しいイベントや ECC 関連グッズの展示などを予定しています。次はですね、ご当地グルメフェアというものがあります。全国の美味しいものがですね、製造路しているそうなので、ぜひ、ね、食べれるのかな、食べられると思うのでぜひ食べてみてください。あとですね、ギャラリー抽選会っていうのがありまして、豪華な商品が毎日当たるみたいなので参加してください、来てください。はい、それからですね、当日券ご入場の方、大会オリジナル記念キャップが300名様にね、毎日当たります毎日当たりますめっちゃおもろい毎日当たります見どころたくさんございますので、ぜひ皆さん来てください。お待ちしてます。